大河です。今日は猫ちゃんを見に行きまーす。よーし、今電車になりました。で、今日は猫ちゃんを会いに行って、でもまだもらえないですね。で、今回はセンターとかショップじゃなくてブリーダー、飼育ができるブリーダーさんからもらうことになりました。で、まあ私も外国人だし、初めて猫、まあ、日本で飼うから、ちょっとなんか親友ができる方がいいなって思って、今日は打ち合わせして、初めて猫ちゃんを会いに行きます。なこれ、ねもやね、ねもちゃん、ねもやな。こんにちは、って言っても、こんにちは。よし、一匹決めました。この猫です。こんにちはこんにちはしてるんですね。かわいい。まだちょっとちっちゃいので、あとしっかり食べてもらって、でまた来ますね。こんにちは。まだ名前決まってないのでちょっとね、何の名前つけてみようかな、ちょっと考えます。ナモリ、あれ、スコッチ。よし、猫ちゃんがにゃって、もうほんと楽しかったし、実はね4時間ぐらいいたんですよ。めんどくさくて書いてくださいぐらいだそうじゃなかったけど、いやきっとそう思ったでしょって思って、で本当迷ってたんですね。やっぱりその時1匹だけじゃなくて、いろんな猫がいたから結構心が癒されて、で1匹残り、このスコッティッシュフォールド、本当正直本当よくわからない、種類が本当わからない。ただスコッティッシュフォールドって言われても、あ、ってわからなくて、まあ可愛い。多分日本人の方がこういう猫ちゃんが好き、ぺったんこしてるのが、イタリアがねそんなにないから、なんでぺったんこしてるんだろうって面白い。で今名前めちゃめちゃ考えてます。まだ決まってないです。でも素晴らしいクリスマスプレゼントなので嬉しいです。でもその黒いちゃんの1匹もね超可愛かったから、超迷っててまだ欲しいなって1匹にしようかなって思ってたんですよ、ほんと。イエイ。じゃあまた次の撮るの時に動画を撮りたいと思います。よし、もう家がタタタタ、かわいそう。あ、もうねちょっと怖がってるね。あ、こたけ。はぁ、あ。おいで。あ、いい。新しい世界だね、これ。あれ、どこにいるのってな感じ。じゃあ。かわいい。こんにちは。新しい家だな。
聞いちゃって。どこに行けばいいのかわかんないね。しおさんもカメアナさんも怖いな。ほんとちっちゃいね。もう1キロがあるんだけど、でも確かにこの部屋で見るとめっちゃちっちゃい。お、なになに、なになに、ほらほらほら、似てる似てる。前も話したと思うんだけど、やっぱり日本で猫を飼うのがすごく難しくて、まあ、この猫はどこからもらったというのと、実はブリーダーから譲ってもらいました、うん、でこのブリーダーさんはもうペットショップに卸さないだし、本当親友の方にしか渡さないから、やっぱり考え方もすごく似てたから、なんかいいと出会って良かったなって思って、でおすすめ、あ、出てる。おすすめされたのはこのスコティッシュフォールドというの猫ちゃんです。実はね、私はね、多分日本に来るまではスコティッシュフォールドは見たことがないし、あれ、なんか耳がないみたい、ちょっとドラえもんっぽいなって思ってた一番最初。でもすごくおとなしい猫ちゃんで、もう出会った時に、あ、この子にしたいなって思って、なんか なんだろう、本当も親友されたから普通にもらいました。それが本当嬉しすぎて、もう大切にしたいなと思って、もう完全に自分の子供みたいですね。以上ね。囲われてるの？はい、どこに行きたい？ね。で、名前はもう先も言ってたんだけど、アモレくんです。で、アモレくんはね、ちょっときっとバンバンに写真とか動画をめっちゃ撮りたいと思うんですけど、それは普通自分のプロフィールがあんまりぐちゃぐちゃならないように、インスタグラムの方が僕のアモーレっていうのをインスタグラムが開けてみましたんですが、まあ、そこに代替したいと思います。でも大きくなったね。めっちゃおとなしい。なんでだろう、めっちゃおとなしい。ちょっと撮ってみて。今年からこの子と一緒に暮らすので、よろしくお願いします。ぜひ猫さんが好きな方をコメントしてください。たまにね、多分
動画に出ると思うんですけど、よろしくね、よろしくね。バイバーイ。